オーキットバウンティーは、大金オーキット・プラーマ大会に参加する財界人や大会主催者が、県内の文化、教育、スポーツなどの振興に取り組む団体や個人に活動資金を贈呈するものです。29回目となる今回は、妊娠や出産に悩む若者を支援する沖縄子ども未来ネットワークをはじめ、 世界音楽コンクールで頂点に輝いた西原高校マーチング部など11の団体と個人に総額640万円が送られました私たち西原高校マーチングバンド部はこれからも多くの方々に感動あるマーチング心に残る音楽を届けられるよう日々練習頑張っていきますのでこれからも応援よろしくお願いします オーキッドバウンティーのこれまでの支援先は延べ266件総額は1億7890万円となっていますダイキンオーキッドレディースゴルフトーナメントはあさってから4日間南城市の琉球ゴルフクラブで開催されます